どうも、ネゴロです。本日はね、栃木県のクズ駅をやってきています。ここね、めっちゃ端っこで、前から来たかったんですけど、結構遠くてね、来るの時間がかかったので、なかなか来れなかったんですよね。駅のすぐ隣には、なんかラーメン屋さんがありますね。80年伝統を持つ店って書かれてる。本当にすごい、なんていうんだろう、昭和な感じの街なんですよね。旅館もあるみたいです。お茶屋さんが隣にあるけど、今日は閉まってる。クズ、町の駅へやってきました。よくね、ドライバーさんが休憩したりするところで使うみたいです。でもね、空いてるお店はあんまなさそうだな。やっぱりね、準備中のお店が多いんですけど、ここだけまだやってますね。マスク取っていいよ。ということで買ってきました。こちらが芋フライで、こっちが餃子フライです。餃子フライって初めて食べる感じか。でさっき揚げ物が売っていたお店の、まあ、町の駅をさらに奥へ進んでいくとね、化石館がなんとあるんですね。ちょっと意外だけど、こういうところにもあるんですね。あと美術館だったかな、もあるみたいだね。こちらが美術館で、こちらが化石館ですね。17時まで開館しているようです。でこれが図書館だったかな。どうやらね、クズ地区の公民館でもあるみたいです。なんとね、入館料は無料でした。びっくりなんだけど。うわ、結構すごいっすね。無料なんだこれ。本格的だわ。模型ですけど、すごい。こんなちゃんとなんか、しっかりさ、展示室に飾られてるのが、無料だと思えないな。マジでめっちゃしっかりしてますね。ちょっと思った以上にすごかったわ。街にあるちっちゃいスーパーですね。看板は結構色あせてるけど、すごいなんか綺麗ですね。地域の人しかほんと来なさそうだな。この辺はもう工業地帯で、何もない。超、ひとっけもゼロだし、何もない。駄菓子屋さんかな？菓子店がありますね。寄ってくか。駄菓子屋っていうわけではなかったね。なんかいろいろ野菜とかも売ってるから、なんか総合食品店だね。で、一個。あ、まあ、駄菓子ちょっと買ったんだけど、それプラス、手焼きせんべいを買いましたね。これもね、栃木県佐野市で作ってるみたいで、この近くでなんか製造してるみたいです。ちょっとまあ、せっかくなんでね、購入しました。駄菓子屋から数分歩いたところに北山トンネルっていうトンネルがあるんですけど、ここをさらに奥へ進んでいくと、北山公園っていう公園があるんで、ちょっとそこへ今から向かっていきます。なんかちっちゃい屋上じゃないですけど、ウサギとかが飼われているエリアがあるみたいなんで、まあ、それもついでに見に行こう。トンネルを抜けてね、今階段を登ってくるとすぐに到着しました。すごい広い公園でね、あっち側にね、うさぎ小屋があるみたい。こっちは遊具で、上はまた別なのかな？公園の全体図を見たんですけども、ここにね、現人ステージっていうのがあるみたい。この階段を登っていけば、見えてくるはずだ。ここだね。遺跡の奥にあったわ。こちらですね。立派だな。あ、でも本物の木じゃないみたい。プラスチッ
クレマ似せてるやつだね。こちらにもあります。こっちは本物っぽいな。こちらのこれとさっきのあのね、屋根だけの建物みたいです。でイベントとかをここでやって、でここからここで座ってね、見るってわけだ。いいじゃないですか。よく見るとですね、さっきの建築物の上になんかフェンスみたいなのがあるんですね。柵なのかな、もうわかんないけど、があるって、ここもしかして昔は登れたのかもしれないですね。ここにもあるんですよね。でもこんな、なんか崖のさ、崖なんですよ、ここ。の上、登れるのかっていうとどうなんだろう。でもなんか明らかに人工物だからさ、落石防止にしちゃうね。めっちゃすぎるし、多分登れたんでしょうね。待って。さっきの上のとこなんだけど、もしかしたら、こっから行けるかも。この、神社の隣にある、階段？浅間神社っていう神社の隣にある、こっから行けるのかもしれんわ。あ、行けそうですね。一瞬この地図今見た、立ち入り禁止エリア全部じゃんって思ったら、この、てんてんてん、これは柵なんで、もう柵の周り歩いていけば展望台に行けるみたいです。多分展望台なんだね、あれ。謎が解けたわ。柵、これ、なんか入ってくるやついないと思うけどな。あんなに注意書きかかなくても、過去にいたのかな。ちょくちょくね、この栗の頭の部分が落ちてるんだけど、中身がもうないから、動物とか虫がね、食べたのかな。もうなんか秋なんでね、もうすぐ紅葉とかも、色づくんでね、この辺も綺麗になると思うんですけどね。頂上まで来ました。5分くらいで登れますね。確かに。ああ、これはさっきのあの、フェンスっていうか、柵があるわ。ああ、間違いなくここですね。山々に囲まれたいい土地ですね。茂木町と少し似ているような気がします。いやー、マジで車通りがなさすぎるな。ちなみに今来た道がこちらの道なんですけど、こっちからもね、来ることができたみたいです。僕はまだ行ってないですけど、遊具とかが置いてあったエリアですね。あとなぜか、こういう正規の道というか、石段の道はないんですけども、こちらに、なんか続いている道がありますね。一応道あるね。ちょっと見てみるだけ見ましょう。ああ、祠がありますね。すげえ、なんだこれ、神秘的すぎるぞ。下にあった浅間神社の一部ですかね。うわ、色かな、これ。すごい、なんじゃ、何これ。ずいぶん古い神社ですね。鳥居が結構もう年季が入っています。すごい、なんだこれ、なんか別世界行くんじゃないかってぐらい神秘的なんだけど。じゃあ、うさぎ小屋の方に戻りますか。ちょっと今ね、ガムを噛みながら切ったんで、少し口がもごもごしてるかもしれないんですけど、ちょっとご了承ください。ここはうさぎじゃない、こっちはクジャクだ。クジャク小屋もあるのか。4匹いますね。ちょっと警戒されてるな。こっちがで、うさぎ小屋ですね。めっちゃいるわ。みんな静かです。めっちゃ人懐っこいのが寄ってきます。かわいい。最後に寄って帰りたいお店があるんですけど、そこが17時オープンなので、あとね、1時間、まあ、20分ほど時間があるので、もう少しね、街を散策していきましょう。今、ちなみにこの歩いてるところは、原人ロードというさっきの公園までね、繋がっているルートです。あ、なんか化石が、あちこちにあるみたいな。もうどれが化石かわかんないけどね。全部普通の岩に見えるけど。ここだけなんでこんな空間があるんですかね。これ不思議だな。結局入り口まで来たけど、どれが化石やったんやっていう。この下にあるのかな。
ちょっと待って、もうちょい探すけど。最初は気づかなかったですけど、お蕎麦屋さんがあるんですね。おそらく買う専門だと思うんですけど。ここのね、なんだ、中央の通りというか、まあ、多分中央の通りはすごいお店が立ち並んでる方だと思います。まあ、多くはないんだけど、味噌饅頭とかもね、あるし。味噌饅頭と、あと二つぐらい、お月見のね、饅頭ともう一個なんか買いました。最初に寄った、揚げ餃子のお店があったところの休憩所で食べようと思います。トイレもね、ここちょうどあるんで。あ、ここにも旅館がありましたね。現在ね、売り出されているみたいですけど、草がもう生えまくってんな。あ、でも立派な旅館だったんだろうね。すごい敷地が広くて。もうここしか残ってないですけど。ってことでね、最初のベンチへ戻ってきました。この3つですね、買ったの。くずり菜と、この味噌まんじゅう。あとね、つくみのあったんですか、ちょっと早いけどね。で、ほとんどの商品製造者がさっきの味噌まんじゅうのお店なんで、あそこもいいですよね、地域の菓子っていう感じで。これも、そうですね。結局ね、あと、30分ほど時間あるんでね、図書館で時間を潰しましょう。5時になったんでね、早速ご飯を食べに行こう。結構ね、もう今日冷え込んできてるんで、ちょっと今上着も着てる状態なんですけど、少し肌寒いですね。今日ご飯食べたら早めに帰るか。5時から再開のはずなんですけど、本日は終了しましたになってます。どういうことだ。ここのハンバーグはね、めっちゃ美味しいって評判だったんですけど。さっきのハンバーグ屋ちょっと諦めきれずに電話シーンは聞いてみたんですけど、ね、本当は夜もやってるんだけど、在庫がね、昼で切れたから、ちょっと今日は、ね、昼営業のみということらしいです。なんかね、土日はね、やっぱ人気なんで、在庫切れやすいということで、早めに来ていただければ食べれるということでした。マジで人気みたい。在庫切れと言われたらね、もうどうしようもないんで、もう一つ近くにある、来来軒という中華料理のお店がもう最初の、駅の隣になった飲食店にしようかなと思います。だからこちらも10月11日までお休みのようです。これはもうどうしようもないから、結構日も暮れてきたんで、どうしようか。ということで、お店はどこも開いていなかったので、一旦くず駅へ戻ってきました。でこの隣にあるね、最初に見つけた、和洋食あずまというね、手打ちラーメンが有名なのかな。80年の伝統を持つ店ってすごいな。こちらで、夕食を食べていこうかと思います。線路沿いに立ってるお店ですね。いや、相当に来たよ。すごいっしょ。それでも何もってんだ。どういうことなんだろう。昔の着火しないで、今まではさ、あれじゃん、1m ぐらいなんてね、マスク防止しないで、心配だから言ってやるっていうのと、受けに聞かない、何かしら、そこ行って、ね、成島先生が、今日はどうしましたって言ったら、ラーメンね、意外と美味しかったですね。意外って言ったら失礼なんだけど、美味しかったね。今駅で、あと数分で帰りの電車が来るので、今回の靴編の動画はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。